最高気温31度と異常に暑かった稚内を離れてきます。ガラナサワーを買って何飲んでるのと怒られ、当然ワインと焼酎とビールを買いました。ホームでは家族連れが記念写真と穏やかな感じです。それでは最北の地を出発します。前々回はサマーな夏の北海道 UL バックパックトラベル行き編、前回は北緯45度滞在編、そして今回は帰り編です。それではスタートします。稚内駅からはしばらく漁業倉庫などを横目に稚内市内を走り抜けていきます。隣の駅は南稚内。ホームに駅員がいると安心感があって鉄道って感じがしていいですね。早速ですが、ここからしばらくテロップのみの旅気分をお楽しみください。FN です。バックパッカー、UL キャンプ、トラベル、ソロキャン、野営、駅根、ギア紹介などのチャンネルです。
北の大地名寄で創業100年超え三つ星食堂でいただきます。カツカレー800円です。名寄ではお茶とスケッチブックをお土産に。車窓から空を望む美深町に移動します。到着。駅上に鐘がついてて立派です。例によってこんなことないくらいの暑さ続き。31度。アイスクリーム食べたくなります。さびれていく街が多い中、駅前通り、スーパー、飲食店とコンパクトで活気のある街で僕は大好きです。駅に観光案内もあって寂しくないです。なぜかアウトドア、キャンプグッズ系のものが多数売られていました。木の関係のものだとね、作家さんとか、地元の方っていうのはわかるんですが、なぜかねボトル類とか、パック類なども結構ねコアなものが売っていました。その他地元で採れた野菜、果物など様々。ここからは街の写真、風景をバックに僕の観光案内のお姉さんとの拙い話をお聞きください。いや寒いのは耐えられても暑いのは耐えられない。暑いのはね、いやエアコン町役場ぐらいだったらあるんですかね。もうないんですか。ああ役場もなくて、もう汗だくみたいな、ちっちゃい扇風機を持ってて、そんなんでどこ涼しいの一番涼しいのは車でしょ。あ、そうです、ね、車のエアコンってだから周りさんがずっとパトロールで車の涼しいんだろうな。いやいやいやパトロールのっていう名の涼んでるっていうね。そうそうそう、涼ねえだよなとか思って、いやありがとうございます。いやいやいや、いやここのあれですね、日本語で食べるようじゃないんですよね。そうですね、食べるよう。いやでも東都の人売ってますね。あ、食べるんですね、うん、ってことは、じゃあまあ、標津もね、あの、佐保福州、売ってて、食べるようでやってますけど、麺用、麺用っていうわけではないんですね。そうですね。ジンギスカンがソウルフード、TTFN もインスタグラムをやっています。次回動画予定や、動画にない写真など、ぜひ一度チェックしてみてください。突然の通り雨、郵便局の人も足止め。病んだ合間につまみとビールを冷やす氷をもらいに、美深スーパーに向かいます。このスーパーの方はとても親切で、テキパキと仕事をこなす方ばかりです。ここの椅子で涼ましてもらいつつ、クーラー用の氷ももらいました。そして札幌ビール黒ラベルとともに、ラストスパートの旅がスタートします。なぜ車内を移動しているかというと、トイレではなくゴミを捨てに移動してます。大体の列車にゴミ箱が設置されてます。助かります。床を見るとなんかおかしいアブがいました。お腹の部分が取れてます。自分の袖を見ると真っ赤な血が。かなり頑張って拭きましたが取れません。僕が刺されたわけではなく、さっきのアブが何かの動物を刺した時の血だと思います。ここは手塩川温泉駅。ここから徒歩10分に温泉があって、前に来た時に入りました。手塩川温泉は約1億5000万年前の地層、白亜紀の断面より湧き出る大正初期に発見された良質な湯で、宿泊することもできます。また夏場はキャンプ場も併設されています。ですが前回訪問時はこの駅で駅寝しました。次の駅までの待合時間、付近を散歩してみます。畑が広がり、辺りは非常にのどかな風景です。しかしこの辺りはご多忙に漏れず、ヒグマの出没が頻発するエリア。地元の人はよく見かけるので、ほとんど通報しないようで、ここのクマは人を襲ったことないから大丈夫っしょと。なるほど、ほう、それは安心とはなりません。この付近の駅はほぼ利用者がゼロ。廃駅存続危機もあり、ふるさと納税で線路の石を缶詰にしたり、あの手この手と工夫をして鉄路駅を守ろうとしています。そしてここからは札幌までは乗り換えのみの帰路に。
ケーキ漬けに冷やした黒ラベルをいただきます。先ほどもらった氷のおかげでキンキンです。全3回にわたった稚内への旅、いかがだったでしょうか。例によって飲みっぱなしの大学講師のいとことの旅、今回はありえない暑さ、アブ、クマ、湧き水、地元の食べ物、寝過ごし、乗り遅れなどトラブルもトラベルでした。旅は目的地までの行程を楽しむもの。列車の旅、急がない旅は今回もとても充実でした。トリップトラベラー TTFN でした。